このイベントはマジックを通じて親子のコミュニケーションを深めることを目的に行われました。主催したのは三重県内の子育て中のお父さんグループ三重麺、子育て応援プロジェクトパイン、松阪まちづくり公社の3社です。会場には40人を超える親子が参加しました。最初に全国でマジックを通した親子の触れ合い活動をしている和田紀明さんのマジックショーが行われ、子どもたちは驚きながらも楽しんでいる様子でした。続いてマジックのやり方を学ぶ講座が行われました。子どもたちはマジックの種を教えてもらいながら、やり方のコツや動きを教えてもらうと上達するまで熱心に練習しました。最後に紙コップを使ったマジックの道具の作り方を紹介していました。紙コップの底をくり抜いてマジックの仕掛けを作ったり、絵を描いたりして自分だけのマジック道具を作りました。難しかったけど楽しかった。楽しかった。子どもたちが驚いてたことをさらに自分たちでやって、でそれをできたっていうことにすごく自分たちも喜んでいたので、多分家に帰って母親とかおじいちゃんとかおばあちゃんに見せたがるだろうなと思って、本当にいい時間だったなと思います。自分たちはお父さんがこう自分の好きなものとか自分の得意なもので子どもたちと仲良くなれるような、そんな活動をしたいなと思ってますもので、まあ、今回はこうマジックが得意なお父さんに来てもらってこういう企画したんですけども、これからもこういろんな特技を持っているお父さんいらっしゃるので、まあ、その特技を生かしてこうみんなが楽しめるような企画を作っていきたいと思っています。